通過標識灯とは、鉄道において列車が、駅や、信号所を通過する際に、その駅に停車する列車と区別しやすくするために、正面に点灯する、白色灯のこと。改装、試運転、団体専用列車も通過が、主体の列車であるため、点灯する。鉄道事業者によっては、急行灯、列車識別灯とも呼ぶ場合もある。装備に放棄による義務はなく、 各鉄道事業者が任意で設置、省略を定めている。日本では、主に大都市近郊で優等列車を走らせている、大手私鉄、特に近畿地方の各社に見られ、逆に、旧、日本国有鉄道、JR はごく一部の例外を除き装備していない。黄色い色合いも、相まって、鉄道現業従事者や、鉄道研究者、趣味者以外からは、 ホグランプと誤解される場合もあるが、あくまで表示灯であって、霧の中を走行するための装備ではない。世界で初めて鉄道が実用化されたイギリスでは、列車に関する構成が充実すると、早くも列車の種別という文化を見せた。しかし、電気を使った通信手段もまだ完全ではなかった当時、遅れや臨時の設定などで定められたダイヤ、 時刻表を外れて走る列車があると、駅や信号所にとっては、これらの列車が何の種別で走ってくるのか、早急に判別、対応する必要があった。そこで先頭の蒸気機関車の、大枠左、中央、右及び、ボイラー上部に、白色円盤を設置、これら計4カ所の白色標識の有無により、下記のように列車種別を区別することとした。イギリスにおける、 列車種類別標識等表示法、大枠左、右は前方から機関車と向かい合った時の左右である。日本の鉄道技術はイギリスの鉄道のそれの継承が多く、こうした慣習が通過標識等という形となって引き継がれた。取り付け位置などは同じ標識等である微等に似ており、二つを左右対称に配置するのが一般的である。両方の機能を一体化させた。 標識等も存在するが、その方向や色は両灯で異なる。なお、以下の記事において、微等と通過標識等をまとめて説明する場合は、単に、標識等、そして、通過標識等を点灯するという意味の記述は単に、点灯と称す。また一般的な鉄道車両が、全部に点灯する等価として、通過標識等の他に全小等が存在する。位置関係だけを見れば、 通過標識灯が窓の上側に設けられているか、下側に設けられているか、あるいは微灯と一体化しているか全小灯が窓の上側に設けられているか、下側に設けられているか微灯が窓の上側に設けられているか、下側に設けられているかを組み合わせた形状にパターンが存在する。車両によっては通過標識灯と全小灯が近い位置にあり、明るさの弱い通過標識灯が見えにくい場合も、 存在するが、上記の通り設置義務そのものが存在しないため、見えにくいからといって、その車両や保有している鉄道事業者のサービスや安全性が劣っているということは全くない。技術の進歩で運転管理が大幅に向上した現在では、シンボルとして形外化したものになっているともいえ、もともと設置されていたが後に撤去された車両、逆に、 不設置で製造されたが後に設置された車両も多く存在する。実用面、デザイン面から他の道具と共に車両によって様々な形状、設置位置が存在する。時代が下るにつれ、玉切れを起こした時の被害を最小限に止められるとして、通過標識と等と尾等とを分けることが広まってゆき、さらに他の道具も含めて利用者への心理効果を考えた形状。 配置が模索されるようになった。細かく区分すると、前面のデザインと同じだけの標識灯の種類があることになるため、ここでは、微灯との位置関係を絡めながら大まかなグループ分けをして解説する。古い時代の車両に多く見られるタイプで、運転室に赤白の切り替えスイッチが設置されている。微灯として使用するときは、頭部の前に赤いガラス板を挿入するものと、 赤色ガラスは固定で、その前後に電球を一つずつ備え、通過標識等では赤色ガラスより手前の電球を、微灯では赤色ガラスより奥の電球を点灯させるものもある。引っ掛け式か、埋め込み式か、また、創価配置か、窓上配置か、など、東部の形状や設置場所に関かかわらず、共に数多くの例が存在する。また、 宝塚ファミリーランド電車間で保存展示していた半球600系電車では車体の外となる標識灯の横に赤と木のレバーがあり入館者が切り替えをできるようにしていた。標識灯が窓上と倉庫に分離して設置されている場合、この配置になる場合がほとんどである。上のタイプの逆、京王亭と電鉄の古い車両などで見られる。 1960年代後半頃から、それまで窓状や屋根に取り付けられていた全商灯を創価に配する車両が登場し、正観差を狙って、刀具を近接させて配するデザインも広まった。しかし、中には、会社の方針などの理由から、全商灯は窓状のままで代わりに他社の車両で全商灯があるような位置に通過標識等を持つ車両を製造した会社もある。 競争や高サービスが不可欠なインターアーバン的な施設にこのタイプの採用例が多く、特に関西では南海電気鉄道以外の大手施設4社全てにこのタイプの車両が存在する。西武鉄道にはこのタイプのものを窓状に装備する車両が、また近畿日本鉄道には3列の通過標識等を持つ車両が多数存在する。この両社は他社ではあまり例がない。 近鉄の車両に多数見られる。最初期の新性能車は1段だったが、一時期は角型2段が採用された。次に、上の通過標識塔が丸型、下の尾塔が角型となる。上に丸型前小灯、下に角型尾灯という組み合わせは、地下鉄や関東の私鉄によく見られるが、標識塔同士でこの組み合わせは少ない。近鉄では、 優等列車の走らない視線にもこうした二段式標識灯が存在するが、これは改装や試運転の際に使用する場合があるほか、近鉄の運転規定では入れ替え運転時正面に白色灯を点灯する義務があるためである。ゆえに、もともと標識灯が一段で製造された車両も、後にこのタイプに改造されたものが多い。同社の標識灯の形態の詳細は、 近畿日本鉄道の車両形式世代別変遷を参照。西部には、やはり窓状にこのタイプのものを装備する車両が存在する。1980年代から額縁スタイルと呼ばれるデザインが流行した。携帯は車両によって様々だが、全面窓ガラスが上下に拡大され、方向膜などをその内部に収める窓周囲が縁取られるように一段凹んでいるなどの、 特徴を持つ。これと共に広まったのが通過標識灯を額縁内に収めるという配置である。上の通過標識灯が窓状、微灯が倉庫の一種であるが、ガラス内に周囲と平面になるような形で収められているので、消灯時は灯具があること自体目立たない車両もある。ただし、上の形成3500系電車の更新車両や、 阪急8000系電車の一時車が額縁デザインであっても別の配置をとっているように必ずしもこの配置であるとは限らない。京阪1900系電車。一つの形式内で形状の変遷が激しい形式の例。写真は末期の一般的な車両で、下部のバンパーの間に四角形の標識等が横2列に組み込まれるというデザイン面も重視された形態となっている。 外側が通過標識等、改造等で標識等の位置が変化したり、設置、撤去が行われたりすることは先日したが、特に京阪電気鉄道と近鉄は、昔から新車製造や車両更新のたびに標識等の形状、設置場所に様々なバリエーションを作り出してきた。変遷が激しく、標識等のまとめだけで車両の形態分類が作れる。 車種もあるほどである。各形式ごとの違いについては、鉄道事業者ごとの項目から各形式を参照の、こと。発行ダイオードの実用域が広がると、鉄道車両については運転室内の機器表示等、車側表示等、標識等の順に採用が進んだ。鉄道半車新車ガイドによると、日本の鉄道車両における LED 標識等の初採用は、 A 断で HK 電車両3車や、東部5070系の頃から、ただし後述するが、この2系列は、通過標識等は装備していない。当初は、従来の白熱灯が入っていたスペースにただ、LED を入れただけだったが、やがて白熱灯には真似できないデザインとして、近鉄の21000系以降の特急車両や5200系のように、 長方形の大型 LED を敷き詰めた標識灯が登場した。また LED は、灯具の色そのものを微灯用と通過標識灯用で変えられるため、白熱灯のように赤いフィルターも2つ並べた灯具も必要なくなり、1種類の標識灯で兼用するタイプが再び増えてきた。すべてを紹介することは困難なため、ここでは大手施設を中心によく見られるケースや、 特徴的なケースの一部を説明することとする。天神大無田線では、現在に至るまで、優等列車で、通過標識灯を点灯させており、九州では、唯一の存在。種別による使い分けはされておらず、使用時は常に両側を点灯させている。南海6300系。確定であるが、通過標識灯の点灯をしている例。下部の四角形の道具が、 通過標識等。関西は、その立地条件から、複数社の路線と並行して敷かれている場所が多く、サービス競争の上で高速運転、優等列車の運転が古くからなされてきた。ゆえに通過標識等を持つ車両を保有する会社が多く、点灯頻度も高い。関東と比べ目立つ特徴は、左右片側だけを点灯することにより、 種別の違いをより細かく表示している点である。このため関西で点灯を行う車両の運転台では、左右別々に通過標識等のスイッチが存在する。さらに特徴あるケースとしては、路線により種別と点灯方法の基準が異なる阪急電鉄や他社では消灯するのが、一般的な各駅停車でも点灯する南海電気鉄道が挙げられる。これは両者とも大阪市内に、 複々線区間を保有しており、同区間において、普通列車でも途中駅を通過する列車が存在することが理由の一つだと考えられている。山陽電気鉄道においては、特急種別で通過標識等を左右両方に点灯させている。普通車は通過標識等を消灯している。ただし、回送車やスマウラ公園、東スマ発着の阪神特急は、 山陽電鉄線内は各駅停車ではあるが、こちらは特急種別と同様に通過標識等を両方に点灯させている。神戸電鉄では特快速、快速は両方とも点灯、急行、準急、快送は運転手側のみ点灯、普通は消灯している。ただし、準急の場合は鈴蘭台ン北の区間は各駅停車になるため、鈴蘭台で消灯。 点灯を切り替えている。名鉄の標識灯は全部標識灯と後部標識灯を区別するだけであり、急行灯の意義はない。名古屋市交通局から乗り入れる車両も同様である。関東では通貨標識灯を頻繁に点灯しないのが特徴である。また、事業者によっては通貨標示灯を廃止した例もある。例えばという会社も多く、 前述した片側点灯を行う会社も存在しない。また、関東では多くが急行灯と称している。以下さらに事業者別に解説する。京浜急行電鉄末端区間で優等種別のまま各駅に停車する列車であっても急行灯を常時、点灯させている。なお、急行灯に LED を採用するようになった後で部品の信頼度の観点から白熱灯に戻している。 京成電鉄、北総鉄道都営地下鉄浅草線と京急に合わせて現在も点灯している。1998年11月18日改正以降、京成が全消灯の昼間点灯を実施した際、当初は優等列車のみがその対象となったため、日中は標識等を点灯しなくなっていたが、全列車で全消灯日中点灯を行うようになってからは、 日中も急行灯を点灯するようになっている。新京成電鉄の電車が京成千葉線への乗り入れ開始した際には、対象者の乗り入れ対応改造の一環として、急行灯の設置も行われた。ただし、京成千葉線の営業列車はすべて普通列車なので、点灯するのは、試運転、回送列車のみである。東武鉄道関東大手私鉄ではかなり早い時期から、 転倒をほとんど廃止しており、伊勢崎線と日光線の快速以上の列車種別しか転倒しない時代が長く続いた。東部で通過標識塔が設置されたのは1720系 DRC からで、その後8000系、6000系や、車体更新によって登場した3000系、5000系にも引き継がれる形で製造当初には屋根状に飛び出す形で通過標識塔が設置された。 この形態には国鉄151系での先行例がある。しかし、この場所から雨水が入って腐食することもあり、8000系は使う種別においての点灯廃止に伴い、すべて撤去して埋め込まれた。ただし東場線系統では、大仙駅の改良工事以前に同駅に停車する普通列車に使用する車両に大船対策車としての識別のため設置されており、これが 転倒義務廃止以降にも残る形となった。また、後日の東京メトロ、半蔵門線を介しての東急電園都市線への直通運転に備え、3万系は当初、通過標識等を装備していたが、直通開始の約1年前に、東急側が転倒を廃止したため、2002年以降の増備車では装備されなくなった。東京都交通局浅草線と新宿線で、 有頭運転を行っており、現在も点灯している。有頭運転を開始するにあたり、車両や線路にも一部設備の追加が行われたが、通過標識等は直通する各社のために、開業当初から装備していた。東急電鉄配置は、古くから通過標識等が窓上、微灯が総価型で一貫していた。方向幕のすぐ隣に通過標識等を設置する。 デザインの車両を多く保有しているのも特徴。5000系は当初通貨標識灯が紫色の灯貨であったが、後に白色灯貨に改められている。1999年製造開始のメグロ専用3000系第2編成から通貨標識灯を廃止。他線でも2002年4月より点灯義務を廃止した。ただし2005年7月以降、 東横線と直通運転先の横浜高速鉄道で使用されていた8000系8039階の一本が外見を製造当初に復元するイベントの一環として、また2013年3月に東京メトロ、副都心線への直通運転開始に伴い、東横線での運用を終了した9000系9001階が運用終了間近の約1ヶ月間特別に点灯して走行させていた。 京王電鉄転倒義務があるが、準特急や区間急行、快速などは各駅に停車する区間があり、その区間はシステム上普通として運行するため消灯しており、当該駅で通過標識等のスイッチを切り替える。写真は上の7000系、6000系や5000系参照。相模鉄道同社の運転規定により転倒義務が存在したが、 2000年代初頭頃に廃止されている。西武鉄道以前は普通を除き急行等を点灯させていたが、現在は点灯を廃止した。また、普通は確定に列車種別名を変更している。低都高速度交通営団源東京地下鉄以下に紹介する路線はすべて営団時代の建設のため、ここでは営団の故障を中心とする。最速の異なる 様々な会社、路線と直通運転している関係上、路線ごとに複雑な事情や変遷を簡単に解説する。また英版と合わせて説明可能な会社、路線もこの項で説明する。関東ではこうした相次ぐ点灯廃止に伴い、同一車両形式でも当初は通過標識等を装備していたのが点灯廃止後は、 通過標識等を装備せずに製造している例も存在する。従来通過標識等を装備していた車両が使用停止に伴い通過標識等の中身が撤去された可能性はあるが、道具の入っていた外観はそのままの車両では確認は困難である。静岡鉄道静岡鉄道静岡清水線では定期普通以外の休行通勤休行改装、臨時、試運転、 乗務員訓練の教習者及び輸送障害時を想定して行き先幕に設定がある新静岡春日が町を折り返し新静岡狐ヶ崎を折り返し新静岡桜橋折り返しを表示する各列車に正面窓上部左右の白色標識等点灯義務があるまた常時点灯している鉄道事業者も存在する例えば京王5000系電車は 富士急行に譲渡されたが、富士急行では各駅停車に運用されていても点灯している。他の富士急車両は通過標識等機能がなく点灯していない。ありがとうございます。